ようこそ来てくれました。本当にありがとうございます。柳沢慎吾さん、はい、実は今日この映画ピクセル、はい、どうしてもこの映画の、まあ、宣伝的なもので活動したいという方がですね、本日柳沢慎吾さんにもお会いしたくていらっしゃっております。よろしくお願いします。はい、伊藤ちゃん、こんにちは。どうしたのこれ。ああ、主演の男の、そう、声も全部チェックされたらしいんですよ、はい、でね、向こうからの返事がね、言っていいのかな、じらす、ね、いろんな箇所であの主役の人がやったんだけど、日本の彼、慎吾柳沢が一番いいって。すごい。いや、本当、本当なんだって。え、すごい、それは、それ、ね、全然力入ってなくて、うん、すごい、あのシリアスのとこも普通にやってんだって。あと、どうしてもみんな肩に力が入っちゃうんだけど、意外に普通らしいですよ。それ私たち全員情報聞いてませんけど。聞いてなかったでしょ、うん、俺こうやって聞いたの、スタッフから聞いたの。うわ、それめっちゃ嬉しい。いや、本当はありがたいですよね。だからね、いや、一番いいって言ってた、声が。アダム・サンドラーに、うん、で、柳沢慎吾ってこういう人ですって写真見たら、え、この子って言ったら、この子なの。ちょっとイメージと違うってね。え、この子、え、オラフみたいだよ。多分皆さん 3D で見られると思うんですけど、もうすごいド迫力で。あ、そうそう、あの眼鏡かけたでしょ。はい、かけました。すごかったでしょ。もうパックマンがもうブワーって来るわけよ、はい、パックマンがここまで来るから、俺見ててうわーってここまで来るもん。顔がだから俺思わず前歯出したもん。はーやっぱパックマン引いてたもんすね。よろしくお願いします。どうも皆さん、今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。30何カ国の中で、はい、柳沢さんのねテレビが一番良かったっていう。いやいや、それは本当の話なんですか。いや、これ本当ですよね。本当ですよね。いや、本当の誰も知らなかったみたいですけど。違う、なんで そこは俺話作んないですよ。いや、普段作ってるみたいな。でも本当にあの、終わってからスタッフさんに聞いたら、いや本当ですって言ってました、スタッフの方。本当に、はい、はい、それ本当でしょ。本当です。間違いないです、俺聞きました。ハリウッドデビューですか、じゃあ。ハリウッドデビューなんですかね。どうしよう、呼ばれたら向こう行かなきゃいけないよ。本当ですね。どうする、どうしよう、1年ぐらい行って戻ってきて全然違うよ。帰ってきましたっつって、久々に言って、俺名前言って、名前言って、名前言って。柳沢慎吾さん、帰ってきました。あ、どうも、How do you? I'm fine, thank you, how are you? どうも。そんな方ね。あ、ハリウッドはあの高校野球やってなかったね。やっぱり日本のがいいね、ジャパンがいいね。締めですもん、あそこ。あ、でも長いね、あのエンディングが。ね、耳に残るよ、ずっと聞いてると。結構口ずさんで、うん、あのくださる方がすごい多くて、はいはいはい、嬉しいです。ノリのいい曲ですからね、はい、もらっちゃった。もらっちゃった、うん、ね、はい、もらっちゃった。お渡ししました。そうです。明日俺の愛車にピュッとつけてよ。愛したら聞きながら。ありがとうございます。ふーんふーん。あれ、どういう歌だったっけ。まあ、1時間ね、45分ですけど、あっという間に終わった感じしますよね、すごい。結構スピードもあるし、見せるとこもあるんで、本当にね、あの劇場に足運んで、ぜひ皆さんね、見てほしいと思います。このピクセル見て、はい、ね、いい夢見ろよ。また会う日まで、あばよ。はい、ありがとうございました。ここ後で笑い声編集。ドッカーンと。